想像してください。マルちゃん食ったの進化を、歯ごたえが増したしっかり麺に旨味とコクが増した絶妙スープ、さらに美味しくなって、こんなのもう我慢できるわけがない。カモン、お先に。あなたも食ったらわかります。目の前に観客がたくさんいて、そこでまあショーをしている、まあ、司会の方みたいなイメージでそのコンテができておりましたので、お客さんに訴えかけているということも、うん、ある一方でやっぱ4台もカメラがいるとですね、私あのカメラ目線が大好きでございますので、すぐカメラ目線をしてしまうわけですね。それをまあ監督に注意されたりとか、あえてこのここはカメラ目線だろうというような提案をしたりとか、久しぶりにそのこういきますという最初からカチッと決まっているコンテでございましたので、うん、あの私から提案させていただいたことはそんな多くなく、本当にむしろカメラ目線を注意されていたということでございます。まあ、こういう食べ物に関してで言えば、今自粛期間中に本当にね、一人でいることはずっと家でいなきゃいけなかったので、まあ、あの生まれて初めてその料理を自分で自炊して作るということをやりだしたら面白くてしょうがないですよね、はい、で今何が一番心休まるかって言ったら、あのカレーの前の玉ねぎのみじん切りをしてる、でそれを炒めてる時が非常に心落ち着く時間なんです。わかります、はい、だそれをよりこういいカレーのために、玉ねぎをどう着地させていくかというのが私の進化の目標でございます。普段はどういった格好、うん、ファッションされているのか。は、うん、普段お衣装がない時ですね、うん、それどういう答えを引き出したいの。鎧を着てますとかいう答えが欲しいの。アイドルの子に普段何着てますかって言って、ちょっとこうなんか、あ、そのアイドルの子の何かが見えるというような、そのちょっとエッチ的な質問のパッケージですよ、普通その質問は。僕に浴びせてどうするんですか。いや、そこを聞きたい方たくさんいますよ。聞きたくないでしょ、僕はどんな格好してるか。気になりますね。ならないと思いますね。54歳独身でございますよ。はい、ちょっとシーンとしましたね、ここね、はい、僕これ何からここになるんですかね。何からこの担当上の、あ、役職ですね。何を実するんですか。おそらく聞かされてないんです。栄転であることは間違いないと。僕は東洋水産にいるんですよね、という体です。ですよね。えの、まああのまあ、部長なのか次長なのかから担当常務に。え、はいはい、常務でございます。出世でございます。はい、なかなか常務に返り咲けませんので、こちらで代替とさせていただきます。